こんばんは。ウェザーニュースキャスターの江川さえねが明日の全国の天気をお伝えします。それではアイコンで見ていきましょう。こちらです。明日は台風一過となり、晴れて日差しが届く地域が多くあります。ただ朝晩と昼間の気温差も大きいので、体調管理をしっかりと行ってください。また各地で洗濯物、外干しもおすすめです。ただ東海西部、名古屋などを中心に雲が広がり、にわか雨の可能性があります。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。以上、全国の明日のお天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。